番機が左の翼を、3番機、6番機が右の翼を、そして4番機がウェニックスの長い大部分をそれぞれ飾っているのがご覧いただけますでしょうか。
右に急上昇していた息は間髪を入れず急降下に移り、再び海上正面に乗り込みます。そして高度 100m の低高度を海面飛行で擦れ違います。
の担当クルーザー富田裕介、航空学生59期、香川県さぬき市出身、神話の飛行時間約2600時間、ナビゲーター